越後川口駅は、新潟県長岡市東川口にある、東日本旅客鉄道の駅である。上越線と飯山線が乗り入れており、このうち上越線を所属線としている。飯山線は当駅が終点であるが、1日に往復、飯山線と上越線経由で、新越本線の長岡駅との間で、直通列車が設定されている。リニューアル前の駅舎上越線。 ホームコンコース給料地の北斜面に飯山線の単式ホーム一面一線と上越線の島式ホーム一面二線のホームを有する地上駅でホーム間と駅舎は地下通路で連絡している JR 新潟ビジネスが住宅する業務委託駅で長岡駅が管理する駅構内には友人改札口、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、自動販売機、 屋内待合室、化粧室などが設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は151人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。長岡市川口地域において、品濃川とその支流の魚野川が合流する。当駅は、上越線と飯山線が接続する駅であるが、上越線の当駅北と飯山線は、 品濃川、上越線の東駅以南が、魚の川に沿っている。駅から徒歩数分の国道上に、越後交通系列バス停、駅前の長岡市役所川口支所から、川口地域バスが運行されている。ありがとうございます。